オートルート A1 は、パリとリールを結ぶフランスのオートルートの一つ。別称にオートルートデュノール、高速道路北線とも呼称される。運営は、フランス北部東部高速道路会社が実施している。フランスの高速道路では最も交通量が多いと、される。A1 号線は、パリ北部郊外から、スタット・ド・フランス、ルブルジェ、シャルル・ド・ゴール国際空港、 アステリックスパークを経由して、ピカルディ地域圏の主要都市を通過せず、シェブリエールからリール郊外までの間は、LGV 北線と並走している。経路の中間では、アミアンやサンイコール簡単へ抜けることができる。途中で、ヨーロッパの大動脈の一つである A29 号線を横断し、A2 号線やカレーへ向かう、A26 号線やドゥエおよびランスに向かう。 A21 号線とビルイコールダスクへ向かう A27 号線で分岐し終点であるリールニテ・ダンケルクへ向かう A25 号線と合流する2009年4月22日からタクシーとバスのためにパリとシャルルド・ゴール国際空港の間で実験路線が設けられた E はジャンクション AR はレストエリア AS はサービスエリアを示す A1 号線はポルテとパリのインターチェンジから A2 号線との分岐点まで欧州自動車同時 E19 号線として指定されている。この他にも A3 号線及び A104 号線とのインターチェンジから A26 号線とのインターチェンジまでの区間が欧州自動車同時 E17 号線として A27 号線とのインターチェンジから A25 号線とのインターチェンジまでの区間が、欧州自動車同時 E42 号線となっている。ありがとうございます。